北京芸術劇院は中国の劇団。略称は北京人芸もしくは人芸。同国の話劇界を代表する劇団である。北京市政府所属。本拠地は北京市湾風鎮。四つの劇場、北京人芸術劇場、菊院劇場を有する。1950年1月に北京人民芸術劇院が李白務委員長に創立された。 1951年2月、北京の不潔な土部の埋め立て、改造を通して、新旧北京の変化を描いた、老舎、龍、ひげみぞを上演、小菊ンの演出もあり大成功を博する。しかし、この時の北京人芸は、歌舞、音楽なども含む総合芸術団体だった。1952年5月に花し劇劇団に特化した北京人民芸術劇院に改祖される。 今日、北京人芸は1952年を創立の年としている。改装後の初代劇院長は劇作家の総愚で1996年の政居まで院長を務めた。1950年代より総愚、雷雨、老舎、左官、各松弱、トラフ、蔡分紀などを上演する。小菊院演出による左官、蔡分紀は、 話劇民族化の模範とされ、今日まで上演され続けている。1966年からの文化大革命中は、北京話劇団と解消させられる。1978年北京人民芸術劇院の名称が復活、復活第一作として、再分岐を復活上演。1979年には、左官、雷雨を復活上演する。これらの舞台は、 文学以前の俳優チームが分散しなかったこと、俳優たちが延熟期を迎えていたこともあり、大きな成功を収める。特に、左官は、欧州、日本でも講演が行われて、やはり大成功した。また、組織日、単身譜、木里都ほか、紅白記事、金運、犬旦那のネハン、何木ひら、天下第一ロゴなど新作も話題を呼ぶ。アーサー・アミラー。 セールスマンの詩など翻訳劇も高い評価を受けた。こうして北京人間は中国を代表する話劇劇団との名声を確立する。その特色は個性を持った人物像の創造と北京の地方色に満ちた舞台とされる。一方、高行健劇作林町歌演出で上演した絶対信号バス停野人は中国における衝撃上演劇。 実験演劇の戦闘を起きるものとなった。1980年代のこれらの作品は、中国演劇史の上で極めて重要な位置を占めている。1990年代以降も、可視光、超人、金運、厳令玉、可視光、巨人などのヒット作を飛ばす。1998年後半から、首都劇場改装のため、約1年間休演した後、 1999年10月林、長歌の新演出による、老舎、左官で活動を再開した。21世紀の現在も、雷雨、左官、再分紀、天下第一郎など名作を繰り返し上演すると、共に、新作上演にも意欲的に取り組み、1980年代以来の中国を代表する話劇劇団という名声を維持している。二千二十年現在、 委員長は演出家の任になる。ありがとうございます。